ちは。こんにちは。さあ、ゆとりさん、はい、前回はセ・リーグのちょっと早いですけど、はい、今シーズンのベスト9終わった時点でもね、予想しましたね。8割方当たると思うよ。8割方当たる。だから外れても、まあ、セ・リーグで1人か2人、まあ、それは例えばパ・リーグでは1人か2人ぐらいしか外れないと思う。まあ、突発的な何か故障があったとか、そうそうそう、何かがあってアクシデントがない限りですもんね。まあ、言い訳のネタだけどでしょうね。じゃあ今日はパ・リーグです、はい、じゃまずパ・リーグのピッチャーいきましょう。はい、うん、マーク千賀投手ではなく、いや、千賀、山本投手とか、まあ、ソフトバンクの石川とか、ね、はい、規定投球回数に達してないけど二冠を取ったというとこ、はい、とか、うん、まあ、石川とか、うん、ね、ロッテのね、はい、まあ、いろいろいるにしても、うん、その楽天の中でも則本、岸、涌井とかいるから、それは激戦だよ。そうですよね、激戦だけど、うん、俺は日本で24連勝、うん、その前から計算すると28連勝してるんだな。あ、そうですね、まだ記録続いてるんですもんね。続いてるよ。そうだ、すごいな。いや、マー君取るでしょ、まあ、やっぱ一番いい。あのね、俺ヤンキースで投げてる姿を何回も見たけど、低めに丁寧に投げるわ、あれだけ力があるのに、はい、だからそこを日本のバッターたちが打ち返せないと思う。あれだけ低めに丁寧に来る、あれだけ速くて重いボールが、はい、と思う。あれ、メジャーから日本球界に復帰したピッチャーでいきなり例えばベスト9とか取った選手って今までない。いや、まあ、それは調べなきゃ分かんないけどさ。どうなんですかね、まあ、石井和久さんとか、ね、まあ、まあ、ありますし、佐々木さん。いや、和久は、はい、ある程度の年齢で帰ってきたんですよ。まだ今一番いい時でも32歳。そうですね、なかなかこの年齢で帰ってこないんですよね。来ないよ。で、メジャーで6年連続2桁勝ってる、はい、あれだけのパワーバッターがいる中で、はいはい、そんなに簡単には牙城崩れない。何勝何敗？18勝、セパン。そこは18ですか？20までは投げさせない。石井さん、それなんでかっていうと、他のローテーションピッチャーもいるから。そうか、またあの時とは違いますものね。18勝2敗、すごいな。2敗しかしない、ま、マー君負けないかも分かんない。でもマー君が2敗するっていうのはどういう時なんだって逆に見てみたいです。だから、まあ、千賀との投げ合い、はい、山本との投げ合い、はい、でも山本はオリックスが打てないからな。そうか、うん、ということはそのだからやっぱ価値はさ、相手のそのなんていうの、エース級と投げ合うということが価値だ、はい、そこで勝っていけるピッチャーだ、うん、田中。もうちょっとライバルいなさそうです、ね、いや、いるよ。さっき挙げた選手たち、やっぱ千賀も可能性はあるし、はい、山本も可能性はある、はい、それはそんな簡単じゃないと思う、うん、それは簡単じゃないよ、うん、いや、勝負事だから、はい、だから、でもその中でもやっぱ田中、やっぱピッチングが丁寧になってるわ、より以上に年々そうなっていってるんですね、うん、もうじゃあピッチャーは田中将大投手、はいはい、キャッチャー、キャッチャー甲斐。あ、もうなんかおなじみになってきましたね。森の逆襲もあると思う。あ、やっぱあのままでね終わる、うん、男じゃない、はい、森はね、やっぱバッティングのスタイル、気象、はい、そういうものを考えるとあのままでは終わらない、あのままでは終わらないけど、キャッチャーとして見るとやっぱ甲斐だよね、ベストナイン。あの、そのリードの面っていうことですね。とか、あと、なんだろう、まあ、バッティングも年々良くなってきてるしね、はい、うん、じゃあライバルに挙げるとすると西武の森選手かな、じゃあ森選手がじゃあ甲斐選手潰してその取るってなると、それはどういう時に。やっぱ3割20本、はい、まあ、100打点に近い打点、そしたら可能性がある、可能性が出てくるってことですね、はい、さあ、そしてファーストです。ファーストは山川、はい、まあ、中田も考えたけど、はい、山川があのまま復活してくれなきゃ寂しいよ。あ、そうですね、あれだけアーティストで、はい、で、まあ、50本狙えるバッターでさ、去年がひどすぎたから。そうです、ね、打率最下位だから、ちょっとね、うん、だからそういう意味では山川の奮起を促すためにも今年はベストナインという。
まあ、豊さんのちょっと期待も込めてるんですよね。もちろんもちろん、はい、やっぱキャラクターとしてもいいしさ、うん、やっぱプロ野球全体を見てもああいうキャラいないし、はい、やっぱ頑張ってほしいという意味も込めてね、はい、まあ、中田も頑張ると思う。さあセカンドです、浅村、はい、これは鉄板で取りそうだよね。まあシュートっていうことも考えたけど、はい、やっぱこうバッティングの3部門とさ、うん、足って比べるとさ、はい、やっぱバッティングの3部門の方がベストランには近道だよね。まあ豊さんね、足のスペシャリストでもあったからこそのその経験で、やっぱ打つ人が、はい、いや3割打って、うん、いや50盗塁以上とか、はい、そうなってくると可能性は出てくるよ、はい、まだ3割打てないかな、あのバッティングでは。なかなかであのパ・リーグの中で3割を残せたら相当レベルの高いバッターだからね。そうですよね。なかなか難しいですね、浅村選手を超える。いやー浅村はすごいよ化け物だよやっぱりそうなんですね。あそうか、わかりました、うん、はい、ではサードです。サードはね、期待を込めて安田、ロッテの、ロッテの、はい、やっぱ去年井口監督が、はい、我慢して使って、うんうん、まあ、最後4番は外したけどさ、でも使い続けてクライマックスシリーズで千賀からホームランみたいな、あのホームランがきっかけとしてなんかバッティングを掴んでそうな気がする。それを継続していくとホームランも増えるだろうし、はい、率も残すだろうし、まあ、フォアボールも取れるバッターだからね、はい、他のチームの、まあ、マッチもちょっと年齢的に落ちてきてるし、オリックスはサードが決まってないような状態、まあ、楽天の鈴木大地っていうのも考えたけど、はい、でも魅力的には安田の方があるしね。で日本ハム野村っていうのが若手でいるけど、はい、まあ経験が必要かなっていう、まあ西武もサードを誰にするのっていうね、まあそういうところもあるし、はい、まあ、そういう意味では安田チャンスだお、で期待も込めてるね、はいはい、そうショートです、今宮。あ、広岡さんも一押しの、まあ、源田も考えたけど、はい、源田のバッティングっていうのはもう大体あのぐらいかなっていうふうに思ってるんだよね、はい、3割打てない、2割7分ぐらい、2割7分から8分ぐらい打ってくれればいいよ、あれだけの守備があるからね、はい、だけど今宮っていうのは昨年ね、体のケアから何から全部終わったと思う。で今年もう一度やるチャンスだと、今宮の気象とかいろいろ考えるとベストナインを取ってきそうな気がするんだよね、うん、もう一回今年にかける思いっていうところが強いと思うんだ。そうですよね。で、まあ、昨年迷惑をチームにかけたというね、そういう思いもあるだろうし、うん、まあ、今宮が復活していくんじゃないかなっていうふうに、まあ、期待もしてる、はい、まあ、小深田っていうのも出てきてるけどね。そうですね、楽天でね。さあ外野3名です、はい、まあ、吉田、柳田、藤原。もう吉田選手、柳田選手、ここはなんか鉄板で取ってきそうだもんね外さないですよね。いや外さないっていうか外せないよ。いやもうそうですよ。でしょ、みんな多分見てる方は多分その2人は入れてるんじゃないですか。そうだよね、はい、あと1人が困ったんだけど、はい、まあ日本ハムの太田、まあ、昨年ちょっと出遅れたんだよね、うん、それでまあこう後半頑張ったんだけど、あと近藤とかも考え、はい、でも新しい子が欲しいなと思って、押したらあの気象だとか大きな舞台を踏んでるアマチュア時代、藤原っていうのは魅力的だなと思うよね。ロッテの、ロッテの昨シーズン出てきましたからね。おそらく井口監督は今年開幕から使っていくと思うんだよね、うんうん、だから藤原がどのぐらいできるか。藤原選手は去年プラス何ができればこの位置に行きますか。スタミナだな。スタミナ、やっぱり1年間そのスタミナペース配分って分かんないじゃない、はい、まだレギュラーじゃないから、うん、でも今年からレギュラーということを考えるとやっぱペース配分って 大切なんだよね、はい、まあ、ここを抜いてとかそうじゃなくて精神的にいっぱいいっぱいになるときに誰かケアをしてあげる、まあ、ロッテはそういうメンタルトレーニングのメンタルコーチっていうのが入ってるから、はい、だからまあそこら辺が藤原にとっていい効果をもたらすんだかなっていう期待はしてる。それとやっぱり若手がやっぱ出てきてほしい。あ、栗原選手とかはソフトバンクの栗原はね、はい、率が悪すぎる。あ、そうですか。去年率が悪すぎる。もうちょっといかないと。いや勝負強かったよ、はい、勝負強かったけどもうちょっと率を上げてこないと、はい、ちょっと厳しいかな。そっか、だってさ80打点と50打点、はい、
2割4分と3割1分だったらどっちだろう。3割1分だ。そうだろう、その方が光るでしょ、はい、だからもうちょっと率をやっぱ上げてほしいなと思って、はい、なるほど、ね、そっかそっか、そうなんですね。じゃあ今回ちょっとねパリーグの一足早いベストナインをやりましたけれども、さあセットパのこのベストナインが果たして2021年全部シーズン終わった時に答え合わせでどうなってるのか、豊さんは何点満点を、まあ、何点を取れるのか。何点を取れるの、点数がある、はい、そうですよ、ほら答え合わせで、まあそうだね、はい、まあ一人二人は外れても、うん、あとは大体合ってるということ。そりゃ外れるよお前そ怪我もあるしアクシデントもあるだろう。まあそうですよね、うん、何が起こるか分からないですけどね。でもこの中でセパで7人7人当たってたらやっぱ合格だよ。いやそうですよ、2人しか外さなかったってことですもん、セパ。そうですよ。いやそうですよ、3人外すとどうかな、ちょっと厳しくない。3人外されたらちょっとその選手のとこ行って、はい、お灸だな。ちょっと待ってください、自分が外したことへの反省ではなく、いなくなった期待してるんだ、期待してる、とばっちりですよね、選手、まあ、とばっちりだよ、ね、まあでも、本当ね、今年そのまま怪我せずに、はい、実力発揮できれば、こういった選手たちがベスト9に入ってくるんじゃないかと。来なきゃダメだよね。来なきゃダメだ、まあ、期待も込めてるけどね。わかりました、はい、はい、2021年の今シーズンオフが楽しみです。はい。